さんもエネルギッシュさんも、前も皆さん引き込むのうまいですね。どうですか、今日気持ちがった、久々にポットミスということで。はい、インストアライブなので、あのインストアライブ自体が鳥取県でお久しぶりで、前回は愛媛県の方のライブの時にさせてもらったんですけど、はい、インストアライブ鳥取市は久しぶり、ここは半年ぶりです。よかった、いらっしゃる方もね、しっかり聞いてくださってますし、 ありがとうございます。本当だ。じゃあ最近はもう県内外の活動も結構されてるんですよね。そうですね、やりたかった夢が少しずつ形になってきて、でファンの方もどんどん増えてきて、すごく嬉しいです。こうやってね、地元でするといろんな方がこう会いに来てくれて、県外に行くとその県外の方がまた地元にこうやって会いに来てくれて、こうやってなんか音楽でつながれたことっていうのがすごい嬉しいです。すごいな。だから鳥取発の地元でね、地元でそれからまた全国に発してくださって、はい、鳥取市の PR にもなりますよね。もうここは で宝さんってね、本名がもう宝さん、本名です。そうなんですよ、はい、藤本宝、そう、なんか宝物って感じですね、名前ね。ありがとうございます。みんなの宝物、このプレゼントを、タオルを、あ、間違えたな、順番、タオルをプレゼントしようかな、女の子に。そうですね。それでね、この後ね、もうもちろん楽しいドクターゆきさんのライブやっていただいた後に、はいはい、宝さんと、そしてそのゆきさんもあるんですが、今日 CD とか、そうですね、物品と販売等も今日したいなという企画ありますので、はい、はい、皆さんもそのまま行っていただき、次のステージも楽しんでいただき、はい、どっちにね、はい、じゃあドクターゆきさんの後に一斉に皆さん30分ほどここに。いやそうなんで、どっちにまた2人の、はい、CD とかね、宝さんの CD もちろんありますので、はい、まあ、そちらの販売等も後、はい、後にゆみさんの楽しいステージの後にお二人一緒にちょっとやらせていただきます。はい、わかりました。じゃあまた宝さん登場しますからね。はい、そうですね、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします、はいはい、皆さんに買っていただきたいと思いますね、はい、聞いていただきたいとお願いします。あとですね、私毎日ブログの方更新してるんですけれども、今日もね、1日1回ずつ1回以上ずつね更新するので、今日のライブのことも、書いているので、よかったら見てみてください。同時にツイッターの方もしています。またしてる方はチェックしていただけると嬉しいです。これからのライブ情報等もライブブログの方で更新していってるので、よかったらそちらの方検索してみてください。そして来年7月には、セカンドのワンマンライブが決定しています。場所は米子 のコンベンションセンタービッグシップ大ホールの方で、多目的ホールで、させていただくので、よかったらまた、詳しい話聞きたいなって方はぜひ話しかけてください。本当にありがとうございました。どうで登場していただきますので、はい、はい、しばらくお待ちください。ありがとうございます、はい、では皆様、次のステージのご紹介等もさせていただきます。現役のお医者さんなんですよ。小児科医というお医者さんをやっていらっしゃいながら、シンガーソングライターという。